お菓子食べます？食べたい。食べる？この間の結婚式でもらったお菓子か、プリッツか。プリッツ、あ、プリッツ、プリッツ行きましょう。プリッツ、うまサラダでどうぞ。これってサラダの味なんかな、本当に。確かに全くサラダじゃない。諏訪大社って行ったことある？行ってないかもしれない、諏訪大社は。やっぱない。気持ちが向いたら行きましょう。うん、食べてから考えよう。そうね。こちらの駐車場は観光につき無料になります。いいね、軽井沢行きや。早くお蕎麦食べましょう。Moved on, turning the page. New spot, she's burning the sage. If he knocks, she'll turn him away. Said he's never begged, well he's learning today. That's 今から諏訪大社下屋城の秋宮に行きます。せっかくなんでね、気が向いたんで行きましょうかね。マンホールが可愛いですね。いや、俺は今んとこないぞ。こちらはですね、7年に1回あの御柱祭りで滑る時のね、木がここに建てられてるそうです。今年は見逃してしまったので、次は令和10年かな、次のチャンス見てみたいと思います。君が代だ。サザレ石、これだ。サザレ石って想像以上になんかサザレとるね。相撲大会、いいとこですね。いいとこです。あそこのね、神社からずっとぐわーっと道が抜けてますね。いいね。来たことあるかでしょ。なんか俺ここで入った気がするんだよね。あ、なんか記憶ない？あるかも。あるよね、この建物に。諏訪大社行っても、ああ行ったことあるなと思わんかったけど。諏訪大社は行ってないんだよ。ここまで来て、うん、そんなことする。うん、気落とし坂です。あそこにちょっと木が展示されてるの見える、うん、見える見える。坂すぎ。確かにやばいね、これは。へぇ、天下の木落とし坂です。ここ一箇所なのかな。でもこれだよ、テレビ見るの。うん、意外に狭くて短いんだな。これなんかあの模擬らしいね、同じぐらいの大きさの木。うん、でもすごいよねこれね、乗ってやるんだよね。これは怖いよこれ。いいね。ガスです。うん、はい、では牛見に行きます。うん。さっきいたよね。いたけど。ちょっと見逃したもんね。こっちで見れるのか。うん、ここから先はね、入れるんですけど、家畜伝染病予防のため触らないでくださいということです。はい、わかりました。これあれ、牛が出ないようにする柵だね。あ、そういうこと。うん、え、そんなに放し飼いされてんの。あれ、ここ来たかもしれん、友達と。またそれ。美しが原高原で牛と写真、牛と友達と写真撮った覚えあるわ。
こういうようなとこで絶対来たじゃん気づかんかったけど いるじゃん。でもちょっと遠いね。ちょっと遠いね。うん。いよいよ軽井沢に向かうということでよろしいでしょうか。眠たくなってきちゃったよ本当に4時です。まだ1時間半ということで、まあ、はい、まあ、でも日が長いんでね。はい、行きましょう。お願いします。はい、あ、これじゃん、Web5、うん、到着しました。はい、いやこちらのね、黒塗りのこちらが本日の泊まるお宿となっております。 Web5 でございます。星野リゾートがやっておるここにお宿ですね。ここに泊まるために、うん、目的地を軽井沢にしましたんでね。そうですね今回は宿を中心に選ばせていただきました。はい、はい、ハーフです。はい、今日も京都で、はい、行きましょう。いいね。若者が、うん、はしゃいでるわ。うん。ユージも変わったと思った。チェックインじゃない？チェックインじゃない？はい。かわいい。確かにこういう感じ。下がなんかソファーになってて、うん、なるほど。ちょっと上行きます。はい、こっちはヘッド。なんか面白い部屋だね、うん、すごいね。僕のヘルネルとかね。へえ。なんか子供とかさ、うん、喜びそうだね。いいよね。うん。3人分の布団があったから一応3人まで泊まれたんだよね。へえ。なるほど、ね。シンプル。うん。じゃあさ、温泉ちょっと遠い。うん、あ、もういきなり風呂だなんかここだけなんかいいねなんかジャパンじゃ。確かにここって出たらいきなりもう、あ、カーテンいっちゃうね。うん、あ、ロールカーテンね。ここはロールカーテン、うん、いろいろ貸し出してますからね。ティッシュ充電器。マックス2階だったね。下に荷物置いて、金庫、コップ、冷蔵庫。いいね。冷蔵庫。いいサイズですよ。これぐらいがね。どうですか。いいよ。いいっすか。寝た。広げる。面白そうなね、本がたくさん置いてありますね。自転車とか。うん、あ、これは釣りだ。え？何をしてんの？自転車解体してんじゃないの？やば。ねえ。どこまで行くんだよ。やりすぎ。生ハムあるよ。え、そうなんだ。すごい。めっちゃ生ハムあるか。いいね。はい、
各種ボードゲームもありますね。見たことないようなやつが多いですね。一緒にブログを書こう。絶対この人ブログ知らないでしょ。めっちゃ綺麗じゃん、なんか、ね、うん、ここはね、くつろぎの空間になってます。確かに雨だったらもう防ぎようがないんだなるほどね。晩ご飯食べます。今日のご飯はカレーです。到着です。田次郎カフェ。もう雨やべえ。雰囲気ありますわ。ね、うん。こんばんは。こんばんは。はい、どうぞ。いやー、来ましたよ。こちら、ほうれん草のサグチキンカレーでございます。こちらは？チャナダル。豆カレーですね。チキンと豆。うん、いや、美味しそう。いや、この匂い。シーズナーはマジで存在しないよね。そうだね、これは完全に和製メニューだ、ね。さて、トンポの湯です今日のね、ウェブ5に泊まってる人は半額ということで、はい、はい、ルームキーをね、提示してね。へー、いいとこだね。ね、うん、ジリはあっちの方ですね。はい、オナブロで、僕はこっちと。はい、まあ1時間後ぐらい。1時間後、うん、どうせ10時閉館だから。ああ、それでお願いします。はい、はい、戻ってまいりました。諏訪大社だ。諏訪大社行ったんだ、うん、行った。よかったね。よかった、うん、よかったでしょ、うん、で次に美しが原行ったでしょ、うん、もうちょっと曇ってたから、あれはもうちょっといらなかったかもしれない、うん、若干ね、あれはね、なんか結構時間かかった割にはね、いい一日でしたね。かなり、まあ、2泊3日なんでね、うん、気長に行きましょう。気長に明日からまたね、カリザを探索したいと思います。はい、ではおやすみなさい。おやすみなさい。We vibing under the city lights, wherever the wind go take us.